チャオ、皆さん、どうもゆりこたいがです。お久しぶり、お久しぶりですね。あれ、どこに行きましたかっての方も聞いてると思うなんですけど、そうです、実は私2週間ぐらいアメリカに参りました。わーい、今回も2年ぶりの、アニメエキスポに参加させていただきました。アニメエキスポに着きました。でかい、でかい、でかいし、でも面白い。これはアニメ、アメリカのどこでやってた？ロスアンジェルス、カリフォルニア、ベビーカリフォルニア出した。めちゃめちゃすごかった。いや、コミケよりもすごかったと思います。あ、日本のコミケよりすごい人が集まった。そうですよね。特にコスプレイヤーさんと若い人と家族。今日本のコミケとかそういうアニメエキスポって家族連れっていらっしゃいます？なんかちょっと違いますね。日本のコミケは本当オタクしか行かない場所だと思いますが、アニメエキスポはもうちょっと家族向けで誰でも入れるし、 R18 のゾーンとか 入るとちゃんと分けてるんですよね。イベントと会場と分けて、R18 のその中に何も見えないし、パスポートとか免許証とかないと入れないからすごく安全なんですけど、コミケはね、入るととにかくどこに行けばいいのかわからない方だと適当で歩いたら結構 R18 のわーわーおっぱいおしりなんかパンパンパンって目に合っちゃうから、あんまり子供のちょっとおすすめできないイベントなんですけど、似たようなちょっとだけ似たようなイベント、日本のイベントといえばアニメジャパン。アニメエキスポ、アメリカのイベントは一番人気な場所はアーティストバレーというのところです。アーティストバレーは、まあ、漫画家さんとか、まあ、自分で、そういうイラストレーターさんとかクリエイターさんの、自分自作作ってる方の場所です。同人誌です、ね、同人誌、簡単に言うと同人誌なんですけど、それがね一番人気のエリアでした。コミケよりはデザインフェスタに似てた。デザインフェス、なんか手作りとかイラストとかキーチェーンとか、私がねいっぱい買い物した、いっぱい買い物したし、あとはね一つの違いがありました。日本よりはものすごく高かったですなんか日本だと同人誌を売ると、まあ、ちょっとグレーゾーンじゃないですか、まあ、同人誌だからってみたい。だから、まあ、デザインフェスもそうなんですけど、できるまですっごく安くで売る文化がありますが、それはねアメリカ全くそういう考え方がなくて、もう自分の値段を決めて、すごい高いブズはマジで高かったし、例えばプリントとかポスターとか T シャツとかも3万円からとかが多かったので、それがに日本のコミケの人種と違いですね。どういうお客さんが多いんですか、年齢的とか。ね、2年前と比べるとすっごく若者が多かった。10代のレイヤーさんが多かったし、10代20代、そのジェネレーション Z が特に一番多かったです。確かにその日経ビジネスさんの記事でもこのアニメエキスポのレビューがあって、うん、40% 以上の Z 世代のアメリカ人がアニメを見る習慣があるっていうことなんですけど、そう、結構そのアメリカでももうアニメを見るのは当たり前っていうことですか、若者にとっては。当たり前になった。なんかアメリカ、そのロサンゼルスに普通に散歩しに行ったら漫画を読んだり方もいたし、その例えばスパイファミリーとか鬼滅の刃とか、そういう、まあ、ちょっと人気アニメのキーチンとかスティッカー貼れたりとかが本当にどこでもあったんですね。どこでも見たんですよ。そういう、あ、今普通なことになりましたね。なんか
昔ってさあんまりスティッカーとかこんなにバッジとかつけなかったんじゃないですか。ちょっと恥ずかしいから、なんか特に仕事の現場とかね、あちょっとどうかな、ちょっと隠そうかなと思って、そこにもう丸々20代でも40代の方でも、例えばソニックの T シャツはソニック大好きのアピールがすごかったです。なるほどね、それはイベントと関係ずに、イベント関係ずに普通のロサンゼルスに歩いてみたらそれを見たんです。まあ、日本でもオタクっていう言葉が昔はちょっとヘイトな言葉だったのが、うん、そうですね、今はちょっと変わってきてると思うんですけど、うん、アメリカのそのオタクでだと多分ナードになると思うんだけど、はい、このナードっていう言葉はアメリカで今どういう形になってますか？ナード is cool あのナードはかっこいいというの言葉になってると思うんですよね。若者の中に、ナードだったらかっこいいでしょうみたい、今コスプレやったらかっこいいでしょう、今漫画を読んだらかっこいいでしょうみたいの、文化になってます。だからもう逆ですよね、完全に。まあ、なんか本物のオタクから見ると、まあ、ちょっとレベルがライトオタクって呼ぶと思うんですけど、まあ、基本的は日常なものになりました本当に。作品的にはどういうものがその見ていて好きなんだなっていう感じでした？チェンソーマンですめっちゃ人気だった。呪術廻戦がすごかったです、呪術廻戦と家族だったらね、必ずスパイファミリーのコスプレみんなやっちゃうんですよね。そしてホロライブさんがすごかったです。ホロライブこんなに人気があるとちょっと思わなかったからちょっと舐めてしまったんですけど、あのグッズ売ってるグッズとか、その同人誌の方とか子供までも知ってた。いや子供まで日本のバズラジオも見るのって思って、あのそのホロライブはあの JP とイングリッシュで分かれてるなんですけど、両方見たりとかするんですね今。まあ、誰か勝手になんか字幕を動画で作ったりとかが多くて、それでなんかなんで好きなのって聞いてみたら、まあ、やっぱり本物のアニメガールが喋ってくれるのは向こうがすごく面白くてファンになりやすいんだって。でも意外だったのはそのアイドルの文化がすごく増えてきて、原宿ファッション、ハロリータとかデコーラとか2000年の流行ってたファッションがね、もう一度流行ってて、向こうとかも Y2K ですよね。ね、そう、それでびっくりした正直。まあ、あのアニメというかオタク業界関わらず、今ファッションのトレンドも Y2K、 そうですよね、2000年のものを取り入れるってことなんですけど、ね、じゃあオタク文化も Y2K がかなり来てる。そうですよね、かなり来てます。はい、すごい。これ今日は犬神コロネさんというのコスプレ、あの私の好きな VTuber をさせていただいてるんですけど、私のおかじちゃんです。え、何のこと？ YouTube 動画。アメリカよー、ハローハローハロー、 ハロー。今回はコスプレやってたのは3つの作品のコスプレやってたんですけど、やっぱり一番声かけてくれた時はホロライブの時だった。 JP メンバーなのに一番声かけてもらって、でセカンド、次の日はアメリカの今大人気になってるのアメリカアニメーション初便ホテルというの作品がものすごく人気で、子供なんで子供はね、子供向けのアニメじゃないのに子供のコスプレはよくやってたから、まあそれはね親さんが好きで、ちょっとわざとやらされたとか。アメリカのアニメですか？アメリカのアニメ、今 Amazon プライムに放送されてるなんですけど、今ちょっとだけ日本にも人気になってます。でもアメリカの発祥だから、アメリカのアニメーションの中にもすごく可愛い系アニメーションで、でもちょっと大人向けのアニメーションです。それが一番多かったですね。その後は呪術廻戦ぐらいかな。でアニメエクスポ終わった後にも次の日にパーティーとかその、DJ セッションとか、なんか正直こんなに昔はイベント
で演奏したら次の日は演奏とかそのパフォーマンスしてもあんまりお客さんが集まらない、だったなんですけど、今もう自分が日本人だけって言ったらもうそれでもブランドになるんですよね。はい、ということで今日見てくれてありがとうございました。よかったらコメントといいねをよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ、また今度ね、チャオ。